通勤時間帯の電車を激しい揺れが襲います。立っていられずその場にしゃがみ込む人も。日本時間の午前9時前、台湾付近を震源とするマグニチュード 7.7 の地震が発生しました。震源近くの場所で撮影された映像からは、斜めに大きく傾いてしまったビルが確認できます。ロイター通信によりますと、震源に近い東部花蓮県の山間部で落石による死者が出ているということです。また現地のテレビ局 TVBS は1階が崩れてしまった建物の様子を報じていて、花蓮市内には他にも崩れた建物があり、中に取り残された人がいるということです。花蓮県の旅館の従業員は、この地震で日本では沖縄の与那国町で震度4を観測。気象庁が一時津波警報を発表し、地元の人や観光客が高台にある公園や立体駐車場の屋上に避難しました。与那国島と宮古島ではいずれも30センチの津波が、石垣島では20センチの津波が観測されました。まだ新入学期が、1日から始まったばかり で子どもたち、まだ正直新入園児は把握できてない中での避難で大変も緊張して、私たちも今人数確認した全員いるということでほっとしたところです。地震の影響はこの地方でも。午前10時半です。中部空港では沖縄に向かっていた便が続々と引き返しています。中部空港では午前中、沖縄便の搭乗手続きが中止され、沖縄に向けて出発した飛行機も引き返しました。空港で足止めされてしまった人たちは、空の上で台湾で地震があって津波が来るってことで引き返してきました。春休みだったので旅行で行こうと思ってたんですけど残念です。今朝台湾を出て日本に向かう機内で地震を知った男性は、I don't know what's happened in Taiwan. Well, actually, I got the news from my company. So every employee need to respond to make sure we are all safe. I think that's our company's protocol.SNS でも建物が倒壊し、土砂崩れが起きた様子が伝えられています。地震で大きな被害が出ていることに、名古屋に住む台湾人も心を痛めています。学校行かないとか、仕事をちょっと今日はストップとか、いっぱいみんな書いてある。本当複雑で、なんか自分の国に、あふれるふるさとへの思い。男性は明日仕事のため台湾に戻る予定でした。できることは頑張ります。大きな被害が出た花蓮県出身で今は台湾料理店を営む女性は、私もここで生まれて向こうで育ってたもんで、あんなに大きい地震見たことないんです、ニュースを見て真っ先に連絡を取ったのは花蓮に住む家族でした。お母さんのところは、テレビだけ倒れてたみたいで、あとは大丈夫みたい、悲しいね、やっぱりしょうがないな、地震が来たら